350年というと、調べたらね、江戸時代です。江戸時代の初期のにつけた紀州の山崎屋さん。ということは、この山崎屋さんは、その江戸時代からあるということですね。こんにちは、浦田健です。今日はですね、ミニセミナーというよりも、ちょっと稀有な体験をしたので、その動画を見ていただこうかなというふうに思います。何かというとですね、私、10月31日が実は誕生日で、先週ですね、日本に帰ってきた時にお祝いをしてもらったんですけども、毎年ですね、趣向を凝らしたプレゼントをうちのスタッフはくれるんですが、今年はですね、なんとその僕が海外に、ずっといるということで、日本が恋しくなっただろうということでですね、まあ、梅干しをですね、プレゼントしてくれたんです。実食してみましたので、どうぞご覧ください。じゃあ350年ものの食べますよ、食べますよ。 ちょっと待って、ちょっと待って。ご飯多く。酸っぱいですか？酸っぱい、塩辛い。うまいでござる。あ、ちょっと待って。これはイオンの、なんだっけ？トップバリューモンドセレクション。セレクト。トップバリューあ、セレクトップバリューセレクセレクトで、これが1個、この1セット8個入りで300円。で、これを、だから1粒40円ぐらいですね。食べてみます。これも紀州。あ、全然違う。美味しいけど、酸っぱい。あ、じゃあまろやかな。ちょっと待って。これもう食べたらもう食べなきゃいけないから、なんていうのか、今こうかじっただけで500円ぐらいあるよ、これ。これ1個5000円ですからね。食べたい人、食べたい人。あ、食べたいです。食べたいです。え？食べて、食べていいですか？あ、すごい。という感じでですね、みんながですね、少しずつこうかじってですね、実食したいというふうに言ってたものをですね、なんか何をとち狂ったのか、突然パクッと一口で食べてしまいました。味はですね、いわゆるチョコレートでいうその、トリュフのような食感ですね。少しこう、通常のぐじゅっとしたこの梅干しというよりも、歯ごたえのあってですね、割とこう硬い粘土のような、そんな食感でした。こう中心に行くに従って、しょっぱい。味はですね、梅の味がしっかりしてコクもあるんですけれども、とにかくしょっぱかったです。350年前の、この梅をつけた人のことをですね、思いながら、食べました。1個ですけど、浦田さんに何をあげようかなというふうに考えてくれたですね、この家庭が何より嬉しいと、また1年頑張りたいと思います。今日はですね、身内の話題で失礼いたしました。また次回お会いいたしましょう。